皆さんこんにちは。まず、こういう場を与えてくれてありがとうございます。2020シーズンをもって、現役引退をすることにしました。そうですね、本当に幸せな、プロサッカー選手生活でした。たくさんの人に支えられ、ここまでやれたこと本当感謝します。ありがとうございます。泣いてへんやんけ。ビッサに本当に、助けられて、本当にきつい時も、悔しい時もビッサさんは、いつも励ましてくれて、まあ、本当に明るい言葉とか、なんだろう、大丈夫だよとか、いつもビッサさんが声かけてくれたんで、こうして今日で楽しいサッカー生活を送ることができました。僕だけじゃなくビッツさんのことを感謝、ビッツさんのことに感謝している人は本当にチーム全員そう思ってると思うし、ビッツさんが去年試合になかなか出られない中でも毎日、全力でプレーする姿を見ていろんな人が励みになったと思いますし、試合に出てないルールに関わらず、その姿は本当にすごいなと思ったんで、僕も、いろんな人にそういう姿を見せられるように、これからやっていきたいと思ってます。ビッツさん、次のチーム決まりましたか？決まってんよ、やめたい。引退するんでしたっけ？本当に正直時間が上がらなくて、まだまだできるだろうっていう気持ちもありますし、でもビッサンが決めたことなんで、ビッサンなら誰にでも愛されるキャラクターで次のステップでも絶対に成功すると思いますし、それを心から願っているんで、また何かあったら連絡ください。あとくだらない LINE をしてくれてください。ミスさん、本当にありがとうございました。現役生活をお疲れ様でした。はい、ありがとうございます。庄司選手からでした。どうですか、ミスさん。いや、庄司選手とはね、いつもどんな時も一緒にいたし、アウェーのホテルのモーニングコールは庄司でした。いつも朝起こしに来てくれて、一緒にご飯を食べ、一緒に散歩したりコンビニ行ったり、本当もうずっと一緒にいたんで、あいつはすごい寂しがってると思いますね。まあシーズン終わった時にはまだまだ、自分はできると思って、思ってましたし、次のチームも、探しながらやってたんですけど、まあいろいろなことを考えて、家族とも話して、まあ次の、ステージに、行こうという、まあ、正直言えば、まあ、チームが見つからなかったっていうのもありますし、まあ、そこで、やっぱり、やりたいっていう気持ちはあったんですけど、まあ、いろいろなことを考えて、
今回の、決断に至りました。まあそうですね、まあまあ、やりたかった気持ちもあったんですけど、まあ、自分の中で、まあ、やりきったというか後悔もないですし、はい、次の道へ進んで、はい、もう一回一からスタートしたいなという思いのが強くなってきて決めました。そうですね、やっぱ2010年の神戸の時の、残留した時ですかね。そう、6試合だったかな、あの負けなしで行ったあの一連の終盤が一番思い出に残ってるっていう。そうですね、うん、一番緊張しました、試合する時、毎試合。ああそうですね、やっぱプレーオフでセレッソに負けた時が非常に悔しくて、はい、一番印象に残ってますね。やっぱりさらに昇格したいという気持ちが、強くなりましたし、まあ、そのために自分が何ができるかとか、チームのためにどうやったら勝ち点が取れるかとか、そういうのをより一層考えて、毎日取り組むようにはなりましたね。そう、手術自体は、2回目だったんですけど、膝をやったのは初めてで、はい、まあすごく不安になりましたし、でもやっぱりその、チームドクターの原先生や厚見先生、リハビリの吉田先生には本当サポートをしていただいたんで、そのおかげで、もう一回ね、何不自由なくプレーできるようになったっていうのはすごく感謝しています。どれもやっぱり、良さが出せた、まあ、完璧なボールだと思いますし、まあ、それに合わせてくれた、フォワードだったり、やっぱ決めてくれることで僕のやっぱキックっていうのも評価されてきたと思いますし、まあ、決めてくれた人には本当感謝ですね。最近で思い出すんやったら、やっぱあの、アウェーの横浜 FC 戦のあの大野選手が決めたゴールはちょっと自分でもしびれましたね。直接とですか。そうですね、直接やったらあのアウェーの札幌で決めたフリーキックですかね。プロ入った時は本当にいやマジで通用せえへんなと思って、みんな上手すぎて、やっぱり神戸の時、ルーキーの時、やっぱ三浦篤さんとか、平瀬さんとか遠藤アキさんとか、すごくやっぱりトップクラスの選手と練習できることが、なんかこれ夢かなとか思ったりして、すごく上手くてこのままじゃやばいなと思ったんですけど、やっぱりそういう人たちもすごくなんか、的確なアドバイスだったり、そのプロとしての姿勢だったりっていうのを本当毎日見れて、それがあったからやっぱりここまでやってこれたのかなと思います。やっぱり、まあ、感謝の気持ちを持ってどんな時でも、まあ、去年だったら、大変な状況の中、サッカーができる喜びだったり、何不自由なくできてるっていうことが当たり前じゃなくて、たくさんの人が支えてくれたでの僕たちだと思うんで、まあ、やっぱり感謝の気持ちを持って、はい、
やることが大事だと思います。そうですね、本当仲間がいなかったら、今の自分はないというか、いろんな選手と、切磋琢磨して、やってきて、やっぱやっぱ仲間っていうのは本当に大事だと思うし、試合でも、助け合いながらできるっていうのは本当素晴らしいことだし、本当に、ね、自分一人は 何にもできないんで、やっぱりそういうのは本当にね大事です。やっぱり、その選手のストロングポイントっていうのをどんどん見つけて、それをいかに伸ばすかとか、その中でやっぱりその短所っていうのを補っていけばもっともっと良くなると思いますし、まあ、自分がそういう環境で育ってきたので、やっぱその長所っていうのを伸ばしてれるようにやりたいですね。はい、ありがとうございます。では、時間にもなりましたので、これをもちまして石筆選手の引退会見を終了させていただきます。プロ生活15年間お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様です。これからもよろしくお願いします。お疲れ様です。